を開けて小さくつぶやいた「ハワイよ」誰もいない部屋で一人もに朝が来たよ土砂降りの朝がティクタク私のネジを誰か巻いて一向に進まない支度の途中朦朧とした頭で思うも理由をつけて休んでしまおうかな。いやいやわかってますってなんとなく言ってみただけだよわかってるから怒らないでよ幸せだろうもっと幸せだろうもっと平等に残酷に朝日は昇る